井上さん、早速ですけども、このユン・ソクヨル氏というのは一体どんな人なのかという基礎的なところから教えてください。そうですよね、まあ、選挙少し報じられていたとはいえ、どんな人かというのは皆さん知らないと思いますので、ちょっと簡単にご紹介したいと思います。まず年齢はですね、61歳、そして出身地はソウル出身です。お父さんとお母さんは大学教授で、比較的裕福なお家で育ったと言われています。そしてですね、なんとお酒が大好きだということも情報として入っています。韓国で最も難しいと言われるソウル大学の法学部を卒業しています。その後がかなり大変なんですけれども、司法試験なんと9回目で受かったということなんですね。まあ、これを諦めない人と見るのか、苦労人と見るのか、まあ、いろいろ見方が分かれると思いますが、9回目で受かり、33歳でようやく検事になれたということです。1年前までは検察一筋だったんで、政治の経験というのは一切ないんですね。政治未経験の大統領が誕生したということになります。選挙戦の最中には、自分は政治に関しては初心者だと、だから、誰にも借りがないんですと、なので、正直な大統領になることができるんだと、まあ、マイナスとされた経験値の部分をプラスに売り込んでですね、当選を勝ち取ったということになります。立候補までの流れは、去年3月にムン大統領と対立して検事総長を辞めます。その後7月にですね、最大野党国民の力に合流して大統領選挙に出ることになり、当選しました。自身を検事総長に抜擢したムン大統領の側近をめぐる不正でも、厳しい追及を行い捜査をしたということで、上にですね、こう忖度をしない人柄というのが国民にも評価され、その結果なんとか僅差で当選したということになります。これちょっと素朴に気になったんですけど、そのどうして検事から急に政治の世界に入ろうと思ったんでしょうね。そうですね、まあ覚えてらっしゃるか分かりませんけども、与党候補はイ・ジェミョンさんというかなり人気のある人が決まっていたんですね。一方で野党に関しては大人物がいないということで、野党はですね、誰なら勝てるんだというのをいろいろ探したんですね。でその結果、ムン・ジェイン大統領と対決して、自ら辞表を出した、このユンさんにですね、白羽の矢が立ったんですね。そしてユンさんもいろいろ考えた結果、最大野党に入って自分が大統領としてこの国を立て直すと決断したわけなんですね。まあ、正直さというのが、まあ、国民の人たちの心を掴んだということなんですけれども、まあ、そういった中で、まあ、これから、まあ、政治をどんどん広げていくということなんですけれども、まず今日その就任演説が行われたということなんですが、どういったことを話したんでしょう。はい、まずですね、話した内容の前にちょっと面白いことやってみまして、どんな単語をメインで使ったかというのをですね、ちょっと数えてみたんですね。その結果、演説の中でってことですか。そうです、演説の中で使った単語として何が多かったのか、当然私とかそういうのは抜くんですけども、うんうんうん、どんな単語かというのを探すと、まず1番自由という単語、これが35回出てきました。次が市民と国民がそれぞれ15回ずつ、その次が世界が13回、平和が12回、国際が9回、民主主義が8回。まあ、国民向けの演説ですので、当然国民市民が多いのは当たり前なんですけども、やはりですね、韓国も民主主義の国ですので、普遍的価値とされる自由や民主主義や人権、こういった関連の単語が多く出てきているのが非常に印象的でした。あとはですね、韓国はやはり北朝鮮の問題を抱えていますし、今は世界的にウクライナの問題が注目をされていますので、世界とか平和というような単語にも回数が多くなっているのが見られましたね。まあ、こういったところから少し頭の中がどうなっているのかっていうのが分かると思います。分かりやすい。じゃあ次はですね、具体的にじゃあどんな話をしたのかというのをちょっと拾っていきましょう。はい、まあ、私もやはり日本人の記者なので、日本に関する発言期待してたんですけども、まあ、ちょっとそれは今日はなかったんですね。まずは国民向けに、国民が主である国に
再建しますと言ったんですね。韓国の大統領は権限が強くてまるで王様のようだと言われてきましたので、そこでユンさんは国民が主なんですよということを先に話しました。これもう1行目の文章で出てくるぐらいなんですね。そしてその次に先ほどお話しした普遍的価値の話の部分になるんですけれども、世界や国内の問題を解決するためにはこの普遍的価値というのを皆が共有していくことが大事なんですと、一番大事なことは自由を尊重することですということも言っています。このあたりもですね、全体主義国家である北朝鮮や中国を意識しての発言なのかなというのが少し読み取れます。そしてですね、外交面、日本とアメリカへの言及は先ほど言ったようにちょっとなかったんですけども、北朝鮮についてはかなり具体的に話しているんですね。まず一つは対話の扉は開けておきますというのを言っているんですね。ユン大統領は北朝鮮に対しては非常に強硬姿勢で知られていますけども、それでもやはり朝鮮半島の平和を実現するために対話の扉は開けておく、外交で話し合いをするのが先だということを言っているんですね。このあたり少しムンジェイン大統領とも共通する部分があります。そしてもう一つは、北朝鮮やはり核開発を続けていますので、こんな提案をしているんですね。核開発を中断して実質的な非核化に応じれば、国際社会と協力して北朝鮮の経済や国民の生活が画期的に改善するような大胆な計画を準備しますと言ってるんですね。要は非核化に応じればちゃんとそれだけの、見返りがあるよということを言ってるんですけども、ちょっとこの言葉遣いをですね、北朝鮮側、特に金正恩総書記の側から聞くと、何かをすればこれをやってやると言ってるように聞こえるところも少しあると思うんですね。こういった部分どうかなと、北朝鮮が明日以降どんな風に報じてくるかというのは非常に気になりますね。言い回しが少しムン大統領とのやはり北朝鮮に対する態度の違いというのを表していると思います。北朝鮮はここ数日、その表明はしてないですけど、ミサイル発射なんていうニュースを多く伝えてたと思うんですけども、こういうその大統領就任というこの当日には何か動きはないんですか？今日はですね、今のところ何も確認されていないんですね。ただ先週はですね、なんと2回、日本はゴールデンウィークだったんで非常に覚えてますけれども、2回の発射がありました。1回は SLBM と言われるですね、潜水艦から発射するタイプのミサイルだったと言われています。北朝鮮はですね、今月中には核実験を行うのではないかというような情報もあります。今度の核実験にはですね、小型化に成功した新型の核爆弾を実験する、つまりその小型化した爆弾というのは SLBM に搭載するもの、もしくは今度火星17と言われるあの大型のミサイルに複数個搭載するものではないかと言われてますので、今日のところ動きはないんですけども、先週2回発射してますし、今月中には核実験もあると言われてますので、非常に非常にきな臭い雰囲気の中での就任式となったわけです。ということは、そのユン大統領の今日 その言い方ですよね、この言い方がちょっとこうなんていうか上からに聞こえると、また北朝鮮の反応というのはちょっと気になるところですね。そうですね、覚えてらっしゃるか分かりませんけれども、ムン大統領はどちらかというと一緒に話し合って平和を実現しましょうというような、こうお互いにやっていきましょうという言い方だったんですけれども、ユンさんはどちらかというとまず非核化をしろと、それをちゃんとやれば見返りを与えますというような、確かに上から言ってるというふうに聞こえるところもあると思いますね。ただやっぱりこれ就任演説ということで、韓国国内に向けてはしっかりとそういった自分のスタンスをアピールしたということにもなるわけですよね。そうですね、やはりユンさんが目指すのは伝統的な保守外交というところですね。保守の候補として当選した以上はその態度というのを強く示したいというのはあったんだと思いますね。あとですね、やはり日本とかアメリカへの言及がなかったのも、振り返れば当然かなと。やはりですね、自分たちの国民に対しての呼びかけ、さらには北朝鮮とは今二分された状態にはなってますけども、同じ朝鮮半島の同じ民族に向かって話す部分というのもあるので、やはり北朝鮮への言及というのは入ってくるんだと思いますね。ちょっと気になったのが、政権交代をするっていうことは、例えば何でしょう、日本でもそういうことで起こるかもしれないですけど、コロナ対策とかその韓国国内のなんか対応がガラッと変わってしまうようなことってあるんですか？そうですね、これもですね、日本でも野党与党ほぼ一緒なんですけども、大体国民が考える問題は
同じなんですよね。不動産だったり就職だったりコロナだったり、でもそれって就職率を上げたり家の問題を解決したりもしくはコロナを封じ込めたりする、これは与党でも野党でもイデオロギーに関係なく共通するゴールがあるんですね。なので、まあ、アプローチの仕方は違うとは思いますけども、国内へのアプローチというのは基本的には今までの政権と大きく変わるとは思えません。やはり大きく変わるのは外交方針の部分だと思います。まあ、その気になるのが外交ですけれども、まあ、どういう、まあ、外交をユン・ソクヨル氏は展開していくと考えられますか？はい、先ほどもちょっとお伝えしましたけれども、ユンさんはですね、伝統的な保守外交に戻るということを自ら言ってるんですね。どういうものかというと、韓国にとって一番大事な国はアメリカです。朝鮮戦争でアメリカがなければ北朝鮮に全土を占領されていた可能性が非常に高いからなんですね。ユンさんはまずはアメリカとの同盟、米韓同盟を基軸にアメリカとの関係を重視して、さらに同じ民主主義国家である日本との関係も重視すると言っているんですね。まあ、その結果ムン政権の5年間で破壊されてしまった日韓関係の改善にも強い意欲を示しているんです。これは私たち日本からすれば、まあ、期待したいところではありますけども、例えばどういうスタンスで日韓関係を築き直していくんでしょうか？はい、私も非常に気になったので、これ選挙中からですね、ユンさんのユン選挙チームのですね、対日ブレーンと何回か話す機会がありましたので聞いてみました。その結果ですね、ユンさん実はですね、文政権が解決したはずの慰安婦合意や徴用工問題、これをですね、蒸し返したことで日韓関係が悪くなったというのは理解しているということなんですね。元に戻すことで日韓関係を、まあ、正しい正常な軌道に戻したいという思いがあるということを聞きました。ただですね、韓国には国民感情や難しい国内の事情もありますし、あとユンさん僅差でなんとか大統領になっていて社会が二分されている状態ですので、なかなかこの問題をですね、はい戻しますというのは難しいと思われるんですね。このねじれ国会って言われてますよね。そうですね、まあ、実際にやりたいという思いがあるのはあるんですけども、今おっしゃった状況があります。ムン大統領が率いてきた共に民主党と言われる反対側の政党がですね、国会の6割の議席を持っている、つまりねじれ国会なんですね。一つの法律を改正するにも国会通さなきゃいけませんから、それすら難しいような状況になるんですね。さらに国政選挙というのはあと約2年後ですので、2年間はこのねじれ国会の中でなんとか大統領としてですね、この国を切り盛りしていかなきゃいけないわけですね。そして当選した直後というのは、先ほど国内の問題の質問もありましたけども、やはり国民の最大の関心事は外交じゃないんですね。自分たちの生活の問題、家の問題や就職の問題、コロナの問題などですので、こういった国内問題に最初は注力せざるを得ないんだと思います。そうするとですね、ただでさえ国会がねじれていますので、その国内問題を解決するのに体力を非常に使いますので、外交でですね、例えばそれこそ日本との問題で大胆な決断ができるかというと、ちょっと難しいんではないかなと思いますね。そんな中、そのね、ユン大統領は政治経験がこれまでないということですから、ちょっとこう手探りな状況もあるかと思うんですけれども、これどのように進めていくんでしょう？はい、ユン大統領は2つの方法を日本に提案しています。一つは、さまざまある日韓間の問題をですね、すべてテーブルの上に並べて包括的に話し合いましょうということですね。一個ずつ、例えば慰安婦問題、徴用工問題と分けて話し合うと一個一個で解決はできませんので、すべての問題を並べて、ある問題では妥協をするけどもこっちは妥協しませんとか、そういうふうにですね、ディールをしながら全体で話し合っていこうというのを提案しています。もう一つはやはり会話を続けることが必要ですので、シャトル外交を復活させるということですね。シャトル外交というのは、首脳同士、国のトップ同士がお互いの国をこう定期的に訪れて、今回は日本で日韓首脳会談、次は韓国で日韓首脳会談という感じで、こうトップ同士の会話というのを定期的に続けていきましょうということを今言っています。
まあ、これもですね、話したから解決するかというとなかなか難しいんですよね、はい、なので、まあ、まずはですね、その歴史問題の部分というのは日本側もやはり解決済みだという絶対ラインを譲るわけにはいきませんので、例えば他の輸出管理の問題であるとか、うん、まあ、あと、まあ、その揉め事ではないんですけども、今ビザの免除が止まっていたりとかですね、うん、コロナで隔離があったりとか、あと一番便利だった羽田金浦の飛行機がなかったりしているんですね。こういった部分をまず進めていくことで、日本と韓国のこの人の往来を増やしていって、まずはですね、隣の国とまたこうつながる作業というのを進めることが大事なんじゃないかなというふうに思います。その隣の国とのその現実的なこのやり取りを増やしていくってことが、まずは一番そのまあ日韓関係の一番近道というか、どう動いていくかというところにつながるわけですね。そうですね、ムン大統領の時に、まあ、いわばちゃぶ台返しをされてしまったこの慰安婦合意と徴用工の問題、これがトゲになってですね、だんだんとお互いの国を訪れる人がいなくなってしまったんですね。その結果、まあ、今日本でもそうですけども、韓国との関係は必要ないと、もう断交すればいいじゃないかまで言う人もいますし、韓国側にも日本がなくてもやっていけるじゃないかと、そんな輸出管理をされたって自分たちでその製品作れるんじゃないかというような話がどんどん進んでしまって、こう乖離してしまってるんですね。ただ、まあ、文化面でのつながりであったり、まあ、それこそ K-POP とかですね、ドラマとか韓国のカルチャーもかなり人気ありますし、韓国の人が一番行きたい外国は日本だったりするわけですね。お互いに好きな部分はあるわけですから、そういった人的な部分での交流を増やしていくことで、またお互いをこう理解して少しずつ仲良くなりたいなというような雰囲気をまず作ることが大事なんだと思うんですね。まあ、新しい大統領と、岸田、総理はすでに親書を交わし合ってですね、会計改善は待ったなしだということでは合意してますので、まず第一歩はもう進んだのかなと。ここから先難しい問題を取り組むのにあたって、まずは人の交流を増やしていくことが大事なんじゃないかなというふうに思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。